けれたけれたけれ心は殺すことある。今回の動画は外録チャンネルハイパービップスポンサー外録大好きラブ太郎さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。すみません、お忙しい。あ、全然すみません、お時間いただいてすみません。あ、いいえ、よろしくお願いします。あ、タクマくん、はい、ご紹介いただいた、ありがとうございます。あ、こちらこそです、ありがとうございます。忙しいですか。いや、全然落ち着いてますよ。落ち着いてますか。はい、これってどんなスケジュールですか。そうですね、なんか撮影あるときは、はい、なんかまあ朝起きて、まあジムとか行って運動して、はい、美容室行って髪をきれいにしてもらって撮影に行って寝るっていう割と健全なスケジュールですね。でも YouTube ってなんかその自由が利くじゃないですか、うんうん、なのでなんかこの日撮影ありますとかそういうのはなくて、うんうん、結構なんかもう場面で撮影入れたりとか、うん、そんなの決まってないですね。あ、そうですそうです。なんで1日なんか5本撮影する時もあればもう本当にもうフリータイムっていう時もあるし、うん、休みとかあるんですか。ありますよ。あ、そうですか。はい、それも結構意識して撮るんですか。それともいや意識してじゃないですね。あ、なんか明日何もスケジュール入ってないぐらいのテンションで。あ、そうなんですね。はい。YouTube の投稿はなんか週どれぐらいとか決めてるんですか。いやそれも決めてないですね。でも2日に1回は出そうっていうふうに思ってます。あ、毎日とかちょっと教えてるもあったんですか。ありました、ありました。そうです、今じゃ2日に1回ぐらいがちょうどいいかなっていう。今はそうですね、なんか動画のネタもね、なんか変になんか詰めちゃうとかよりかは、そう、こういう感じなんですね、外録チャンネル。あ、そうそう、知ってます。知ってます、知ってます。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。今さ、なんか矯正器具つけてて、滑舌が悪いんですけど、大丈夫ですか。あ、全然全然、ありがとうございます。めっちゃ聞き取りやすいです。あ、本当ですか。はい、ということです。先生さん、ま、ずっと一人じゃないですか、ソロ YouTuber なんで。あー、うん。例えば、ヒカルさんとかジュピアさんみたいな、ちょっとなんかその、うん、サブ的になんかグループ作るみたいな人もいるじゃないですか。うんうん、ああいうのはなんかそんなにしようとか思わないですか。あ、でも私あの今なんか1年半ぐらい前に、はい、その幼稚園からの幼馴染がいるんですけど、はい、その人にスタッフに入ってもらって、今はなんかその一緒に動画撮影してもらったりとか、あ、ヒカルさんのチャンネルでいうマイスさんみたいな感じでいろいろやってもらったりしますね。そうか、それありがたいですよ。はい、楽しいです。だいぶ楽になりました、すごく。え、それしんさん。あ、そうです、はい、しんちゃんです。はいはいはい。1年半から2年前ぐらいですか。あ、そうなんですね。え、じゃあ天佑さん、じゃあその、うん、いわゆる表の出る仕事してから今何年目ぐらいなんですか。芸歴っていうんですか、いわゆる。いや、でも言うてなんか辞めてる期間とかもあったんで、はあはあ、そんなすごい長くはないですけどね。10歳ぐらいかしら。そうですね、小学校4年生5年生ぐらいからだったんで、はあはあ、で今28とかですね。はい、だいたいいつもその生まれてからこの方、あ、ここまでは聞くんですけど、出身は栃木で生まれは中国です。あ、中国なんですか。はい、北京で生まれました。へえ、それはお父さんのお仕事とか。あ、お母さんがもともと中国人で、おーおー、そうです。それでなんか国際結婚っていうか、お父さんは純日本なんですけど、あ、そうですね。あ、じゃその天下っていうお名前はちょっとそのお母さんがつけたみたいな要素はあるんですか。あ、そうです、そうです、そうです。なんかテレサ天がすごい好きだったらしくて、それでなんかその天っていうなんか音っていうか、まあその
が可愛いみたいな感じで天下っていう名前になりました。え、兄弟いるんですか？弟がいます。あ、何歳ぐらい？6個離れてます。あ、だいぶ離れてます。で、その中国まで何歳ぐらいかな？2、3歳ぐらいまで行って、そこから日本に来ましたね。で、お父さんは何の仕事してる人だ？お父さんは、その時は鉄工所の社長っていうか、鉄工所やってましたね。それで、はい、中国でお母さんと出会ってるんですか？いや、違います。私のお母さんが、その留学みたいな感じで、日本に来たんですけれど、なんかまあ、それでなんか夜のお仕事で働いていて、で、それでお父さんお客さんとして来て、そこから、なんか結婚じゃないけど。へぇー。で、そっか、その出産の時だけ中国にいたみたいなことですか？最初の1年。そうですね、出産の時は中国で。はい。はぁー。物心ついた時、一番最初の記憶なんですか？その栃木で何してる感じですか？何したっけな、なんか字が持ったのが小学校ぐらいだったんで、小学校で遊んでたとかですか、ね。どんなキャラですか、その小学校で。ああ、でも結構やっぱその小学校低学年の時とかは割と、うん、なんて言うんだろうな、おとなしめだったと思います。そんな、じゃあその前に出るとかタイプじゃないんですか？そんな前に出るタイプじゃなかったですね、低学年の時は。そこからその芸能に行くっていうのはどんな流れですか？なんか芸能に行くっていうのは、あ、なんか、テレビ見てたんですよ、ちっちゃい時から。で、テレビ見てる時に、例えば、まあ、いろんな、まあ、教育番組とか やってるじゃないですか。で、そのテレビの仕組みについてすごい知りたくて。っていうのも、今って薄型テレビとかだけど、昔っていうのは分厚かったじゃないですか。で、このテレビとかを要は叩き割ったら、この世界に入れるのかとか、そう、要はなんかそのスタジオがあるとかっていうのを全然知らなくて。テレビの世界っていうのは、なんかそのテレビの中に存在していてっていうふうに思っていたんですよね。異空間みたいな。あ、そうです、そうです。異空間だと思っていて、なんで CG のキャラクターとか、私ずっと実在すると思ってたんですよ。で、テレビに出たいっていう気持ちが芽生えたんですよね。それはじゃあ、お母さんにお願いするんですか？あ、そうです、お母さんにテレビの世界ってどういう世界っていう、なんか、まあ、どういう世界っていうかテレビに出たいっていうふうに言って、なんかこのワンワンとかに会いたいみたいな、この子じゃなくて私がいいみたいな、なんかそういうなんかちょっと字が強みな感じになってきて、でなんかオーディションとか、そうですね、連れてってもらったって感じですね。じゃあ栃木から東京に行ってっていう感じで。あ、そうです、そうです、通ってました。それはその、なんすか、それでそのどういった事務所を受けるんですか？その劇団みたいなこと。あ、一番最初は劇団に入っていたんですけど、なんかその後にホリプロに行って、ほうほうほう、そうですね、いろいろそこで長くお仕事させてもらったっていう感じですかね。あ、最初スタートホリプロさんなんですか？あ、そうです、結構なんかいろいろね、なんか仕事させていただいてる時はホリプロでした。へー。それってそこからどういう小学校の生活になるんですか？小学校の生活はなんか、まあ、リハーサル表みたいなのが送られてくるんですよ、1ヶ月の大体ので、それでなんかまあその仕事がある日とかは学校を早退してリハーサルに行ったりとかで、それでもちろん番組側もやっぱすごい気遣ってくださってたので、土日に収録が入るようになってたりとかしてて。そうですね。じゃあもう平日学校行って土日はテレビの収録に行くみたいなスケジュールなんですか？うん、そうです。即受かったってことですか？あのホリプロさん入ったらすぐにそういう。いや、天敵に受かったのが小4で、ホリプロ自体は多分小3とかに。あ、入ってるんですか？あ、そうです、そうです、そうです。なんかそこからまあ半年ぐらい、その、レッスンっていうのがあって、ほうほう、なんかその演技のレッスンとか、ダンスのレッスンとか、歌のレッスンとかいろいろあるんですけれど、ほうほう、まあそれ受けてたら、まあいろいろオーディションとかもらっていく中で、天敵のオーディションもいただいて、はぁ。それでなんか、そうですね。なんで、どんくらいだろう。まあ半年から1年ぐらい。へぇー。それこそだって見てた番組ってことっすよね、はい、自分が出たかった番組に。あ、そうです、そうです。受かった、半年で受かっちゃったってことですよね。はい。それってじゃあそう、受かってから、しかも小学生って天才テレビも結構見てるじゃないですか。どんな反応なんですか、周りの友達とかは。小学校5年生に上がるときに天テレデビューしたんですよ。なんで、まあ、小4の終わりから小5にかけての春休みの間にテレビのオンエアが始まったんですけど、やっぱそのね、なんかオンエアが終わった後、やっぱ学校とか行くと、なんか、やっぱ話題になってましたね。すごく。多学年が見に行くみたいな。多学年見に来てましたね。それは嬉しいんですか？それとも。あ、嬉しいですよ。
嬉しいです、嬉しいです。特にその学校でそれが弊害になったとかしなく、全くなかったですね。そう、やっている最中は、最初新鮮じゃないですか、うん、変わってくるんですか、気持ちは。その10歳、11歳、12歳、13歳変わってきますね。どんなグラデーションですか。まずなんか、はい、テンテレ受かって一番最初は CG のキャラクターがいるんですよ、テンテンテン、うんうん、でやっとそのキャラクターに会えるみたいな、うんうん、なんかすごいワクワクして行ったんですけど、うんうん、やっぱグリーンバックだったりするじゃないですか。そっか、その現実が。あ、そうです、現実です。そうで、そこで初めて現実を目の当たりにして、うんうん、あ、こういう世界なんだみたいな感じで、なんかちょっと大人になった気がしてたんですけど、やっぱ小5とかはやっててすごい楽しかったんですよ。だから小6とかになってくると、なんか、なんて言うんだろうな、もっとこうなりたいとか、うん、なんかこういう風に自分はやっていきたいとか、自我が生まれるんですよね、さらに強く。あ、だから番組の内容的にもこうしたみたいな気持ちが芽生える。なんだろうな、番組の内容っていうよりかは自分に対して、うんうんうん、そうっていうのがだんだん生まれてきて、私はこういう感じだったから、番組のスタッフはなんか、なんて言うんだろう、こういうイメージっていう感じでいろいろ流れとか作ってくれてると思うんですけれど、そうで、なんか自分もなんか無意識にそれに寄せてるっていうんですかね、なんていうの、成長してる、変わってきてるのに誇張したそれに合わせるみたいな、うん、なんか悪い意味で空気読んじゃうんでしょうね。あ、そうで、なんかまあ自分でちょっと苦しくなってきたりとかっていうのはあったかもしれないですね。でもすごい楽しかったですけどね。なるほどね。そっか、土日遊びたいなみたいな気持ちでもなってくるんですか。ありますよ、やっぱ。なんかそのだんだん普通の子に憧れてきますよね。あ、普通の女の子に憧れます。はははは。しかもちょっと女子だから、なんていうか、その恋愛感情みたいなのがそのおままごとじゃなくなってくるような期間ですもんね。そうですよね。その本当に付き合うような人も現れたりとか、うんうんうん、そういうのはどうしてたんですか。あ、普通にあのお付き合いとかもしてましたよ。あ、その期間。そうです、あの、そうです、中学校1年生まで出させてもらったんですけれど、もう中1の時には彼氏もちゃんといたりとか。そうですね、小学校の時も普通に好きな子もいたし、あ、そこら辺は普通でしたね。表にしないだけで。それ辞めるっていうのは その、なんですか、あれって決まってるんですか。大体大きくなると卒業みたいな。特には決まってないんですけど、大体みんな中学校2年生ぐらいで卒業っていう感じだったんですけど、私の時の代は、そうですね、中学生が全員卒業みたいな、ほうほう、そういう感じでした。一斉なんですね。一斉でしたね、その時は。でも別にテンテレ辞めたかって、だから事務所辞めてるわけじゃないですよね。事務所は辞めてないですね。うん、ほうほう。で、その辞めた終わりってなったら、どういう風に切り替わるんですか、生活というか。辞めた後ですか。テンテレ辞めた後は、もう翌日に髪の毛とかをブリーチして、ほうほう、なんかギャルっていうんですかね、ほうほう、なんかちょっとなんか悪い方に憧れてて。へえ、まあ、そうか。途中から結構いるんですか、先輩とか。そうです。うん、そうですね、います。派手めなというか、派手めな先輩もいましたし、あとその時のブームがギャルがすごいブームだったんですよ。へえ、誰ですか。言ったらそこの松坂翼ちゃんとか、とかにやっぱすごい憧れてて、で、あとやっぱ自分が可愛いっていう風に思うのもギャルの人が多かったんですよ。はあはあ。で、やっぱ自分もそうなりたいっていうふうに思って、テンテレが終わった翌日にはもう髪の毛とかブリーチして、はあ、で日焼けサロンとかも行って、そう、ピアスとかも開けたりとかして、っていう、なんかもう180度変わった感じの生活しましたね。お母さんとかは どんなリアクションなんですか。見て見ぬふりって感じでした、ね。もちろんなんかあのやめなよとかはもちろん言うんですけど。はあ、そう、もうやめてくださいみたいな。でもやめないんで、親ももうどうすることもできないですよね。ああ、だからちょっと反抗期ってことですよね。反抗期です、反抗期です。学校の先生とかどんな感じですか。あ、揉めます揉めます、もちろん。校則を違反していたので、うん、うん、そうですね、やっぱ学校行ったら先生にもやっぱ言われるし、もちろん先輩にも言われるし、うん、そう、当たり前なんですけど。学年にいるんですか、天気部さん以外に金髪にしてる子。私の学年はいなかったんですよ。私しか。なので、もう、まあ、じゃあ、一番目立ってる子になるわけですよ、じゃあ、学校で。目立ちましたね。え、それでも呼び出しとか食らうんじゃないですか、言ったそういう先輩に。食らえますよ。で、それ、どうするんですか。いや、何調子こいてるんだろうって言われたら。うん、そうです。なんか髪の毛、暗くしろよみたいな、言われるんですけど、でも先輩も明るいじゃないですかって。
って言ったりとかする時もあれば、うん、分かりましたって言ってその場を去る時もあるし、じゃあそのそれが構想になることは何ですか？戦うことは何ですか？その焼き入れられるじゃないけど。ああ、それはなかったですね。なんか女同士でなんかバチバチになんかやり合うとかはそこまではなかったです。その時は。あ、その時は、うん、そっから加速していくんですか？後々なんかあります、そういうこと。それ、まあ、言える範囲でないんですけど。ここで緊急速報です。第6チャンネルディレクター三谷が大阪でトークライブを開催することになりました。日時は5月28日19時半から。またしてもチケットが売れない、会場がスカスカになってしまうという不安に襲われている模様です。詳しくは概要欄をチェックお願いします。言える範囲でないんですけど、どうなってくるんですか？でもそれはなんかもうなんか高校1年生とかの話になるんですけど、なんかその私その後に地元の定時制に上がるんですけれど、そうなんか電車でなんか3、40分ぐらいのところで、なんかその先輩なんかね、その学校の先輩が理不尽にイチャモンつけてきたんですよ。で、なんかまあその内容が、そのオリエンテーションがあって、でオリエンテーションにすごい私がガンつけたみたいな。そうで、なんかその理由でムカつくからあの天下をしばくみたいなことを言われて、でそれでなんか知んないけど、私ガンつけてもなければオリエンテーション行ってないんですよ、そもそも。あ、そこに言いもしないんですか？そうそう、言いもしない。だから本当にすごい理不尽なんですよね。ただやっぱその当時ブログとかをやっていたから目立ってたっていうのはあるかもしれないんですけど、うん、でなんかあの私栃木の足利ってとこだったんですよ。で先輩たち栃木市っていうとこだったんですけど、10人ぐらいで原付でなんかあのかっ飛ばしてきて足利まで。あ、そうです、そうです。どれくらいの距離感なんでしたっけ、それって。え、どれ距離で言ったらどれくらいなんですか？電車で40分って相当する。あ、そうです、結構かかりますよ。出てきて怖いじゃないですか、めっちゃ。そんな10分で。そうです、そうです。でなんか家に来られても困るから。そうで、それであの要はあのしんちゃんいるじゃないですか。そのしんちゃん家の近くの西武音に来てくださいっていうふうに言って、そこに集合させたんですよ、西武音に。でそれで、ね、こっちも一応その当時仲良かった友達と、あとしんちゃんとしんちゃんの連れ、一応なんか呼んどいて、でそれなんか私とその先輩10人その先輩10人囲まれて、なんかリンチ受けるか土下座するかどっちかにしろって言われて、そうで、でもこっち悪いこと何もしないじゃないですか。でも土下座もしたくないし、でもリンチも受けたくないし、そうで、どうしようってやっぱなるんですけど、自分の中で。でもなんかもうね、もう怖いからもう土下座して謝って、そうやってもないことに。悔しいっすね、なかなかね。え、悔しい悔しい。で今でもなんか分かんないですよね、その時に土下座して正解だったんか、それともボコられる覚悟でなんかね喧嘩した方が良かったんか。うん、難しいっすよね。元テレビ選手が本当の選手。そう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 。だからそれをね今でも悔しい。なんかだからそれでもうすぐもうそういうこともあったから、定時制ももう2週間ぐらいでやめて。2週間の出来事だ。2週間ぐらいです、はい。やめたらどうするんですか？暇じゃないですか？そうなんですよね。それで私その時からずっと東京遊びに行ったんですよ、いろいろ。ほうほうほう。そうで、それでなんか嫌だなと思って、栃木がもう理不尽だし、なんか話もすぐ回るし嫌じゃないですか。もう土下座、天下土下座したよとかさ言われたら嫌じゃないですか。そんなもん全部すぐ広まっちゃうんですか？割と広まりますね、早いです。そう、あ、そっか、田舎は早いっすもんね。田舎早い。そうとかだし、なんかもう理不尽すぎて嫌だったんですよね。え、他にどんなのがあったんですか？なんか思い出す限り嫌だ。思い出す限りなんだ。あ、でもなんかいろいろ良くなかったです。なんか家族関係もやっぱ良くなかったし。あ、それはちなみに、うん、ティンニムさんのお父さんお母さん弟さんとのその時ぐらいの関係性ってどんな感じなんですか？あ、お父さんは中1の時に亡くなってるんですよ。え、そうなんですよ、そうなんですよ。お病気。あ、そうです、そうです、そうです。なんでテレテレ出てる最中にもう亡くなってて。そう、それどういう気持ちですか？そのだってなかなかショッキングな出来事じゃん。うん、でもなんかね、小学校6年生ぐらいから体調悪い感じ、うん、でそれでガンっていうのが発覚してて、そうなんですよ。でまあ生徒にその時親からお父さんガンだからとかは全然言われなかったんですけど、うん、それが小6ぐらいからもうなんか入院病院でしてたんで、そうですね。 なんでなんか、まあ、中1の6月19日に亡くなったんですけど、なんか
まあ、なんて言うんだろうな、もう呼び出されたら分かるじゃないですか。うん、なんか、そう。だからまあ、覚悟していったって感じですよね。もちろん悲しいですけど、まあそうだよね、じゃないけど。ちなみにその、それまではどんな関係者で仲良かったんですか？それともどれぐらいの、うん、普通の娘とお父さんの距離感ぐらいの感じですか？どうなんですか、その他の普通の家庭が全然わかんないんで、うん、なんかお父さんはとにかくもうギャンブル依存症だったんですよ。あ、依存症までいかないかな、依存症まではいかないんですけど、すっごいギャンブルが好きで、うん、でまあその朝、仕事します、鉄工所で、で鉄工所が家のまとまりなんですよね、うん、で鉄工所でもう仕事して、でも仕事上がって、で家からもう歩いて、うん、30秒40秒ぐらいのところに、うん、あのパチンコ屋さんあるんですよ、うん、でそういうのも閉店までずっとパチンコ行ってるっていう感じ、うん、で逆にうちのお母さんはあの夜ずっとパブのママで、うんうん、あの仕事をやってたんで、夜から朝まで家にいないっていう感じなんで、だから普通の家族よりかは多分薄いんですよね。あ、そうか、まだ会ってる時間も短いですよ。それ短いですね。そう、え、昼も夜もあんまお父さんもどっちもいないみたいな感じだと、うん、その兄弟2人は何してるの？弟とかは、あ、でも、あれです、なんかたまに土日とかになると、うん、なんかパチン、あの、なんか競馬場とか連れて行かれるんですよ。なんか足利競馬場っていうのがその時あって、うん、そう、競馬場連れて行かれたりとか、なんか遊園地っぽいところ連れて行ってくれたりとかはありましたけど、うん、でもやっぱママは疲れてるから、ね、できるだけ寝てた方がいいし、弟何してたんだろうな、マジで。もう分かんないですよね。でもなんか朝から仮面ライダーとか、ああそうか、なんとかレンジャーとか見てたような気はします、うんうん、そっからはじゃあお母さんシングルマザー状態でその家計支えるみたいな。ああそうです、そうです、そうです。なかなか大変ですね。めっちゃ大変だったと思いますよ。そうですよね、うん、当時から家出を繰り返してたんですよ、うんうん、私で、その東京行った理由も家出がてらなんですよね。はあ、そう。で、それで携帯とかも、うん、もう本当に電話帳とか全部リセットしようと思って、うん、そう、でも一応捜索願いとか出されたら困るから、家族と、あと本当に地元の仲いい友達、うん、2人だけと、あとなんか仕事の人っていうかな、必要な人っていう、本当にもう10人ぐらい、10人いかないぐらいだけ残して、東京に家出がてら行ったんですよ。うん、そう。で、それでなんかその当時、なんかあの歌舞伎町をプラ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 徘徊してて、え、何歳ですか？その時15歳とか。いや怖いってそれ。そう、であんまり怖くなかった。その時多分なんか純粋にイケメンが好きだったんで、無料でホスト拝めんのラッキーそういうモチベーションだったんですかね。でなんかもともと前略とかでつながってた仲いいなんか歌舞伎町で働いてるホストみたいな人がいたんですよ。でその人の知事最初居候してたんですよね。へえ、 それ何歳？相手何歳だったんだろう、その時。20歳。うん、そんくらいであってほしいですよね。なるほど。あ、はい、立ちでもいいですか？あ、全然大丈夫です。15歳で知らないホストに居候して。そうです。お子さん、居候したりとかしないですか？お子さん疲れてるから別にそんな感じそんな感じはなかったですね。なんか仮住まいっていうか、まあ、なんていうの、なんかもう済ましてくれてるみたいな感じでしたね。うん、それ済ませてもらって、その日中とか何したの？ゴロゴロしたり、買い物出かけたり。買い物？買い物。あ、お金は？あ、お金はあのブログで稼いでいたんで。その時、ブログその時収入どんぐらいだったの？ブログは、でも中学校2年生ぐらいから始めてたんで、その時はなんか月に、でも多くて100とかじゃないですかね。100？ あー、すごいっすね。うん、そうっすね。もともとそのペンテルの知名度もあるし、発信してるのも面白かったなってことなんですかね。うーん、どうなんだろう。ファンは俺たちは10代だよ。あ、でも同世代の方が多かったです。でもなんかどうなんですかね、やっぱそのペンテルの時ってすごい、うん、なんか青春じゃないですか、見た目が、うん、で、なんかもうそれをぶち壊すかのような変化の仕上がりだったんで、うん、多分ファンの方とかは多分ショック受けさせてしまった方は多分多かったと思うんですけど、そう、難しいですよね。ブログも一番最初はなんか一般人っていう感じでそうしたかったんですよ。なんですけど、やっぱその2チャンネルとかに天チムの今みたいな、まあ、天下林の今みたいな感じでやっぱすぐね探されちゃうので、アクセスとかもすごかったんですけど、もう作り直しても作り直してもすぐバレちゃうっていう感じだったんで、だからどっかでなんか割り切ったんですよね。なんかもうこんなに人から見られるんだったら、本当は自分は普通にプライベートでやりたかったけど、もうビジネスにしようっていう風に切り替えて、そうですね、そっからなんか変わりました、ね、
もう十分な金があるから別に日中遊べるし買い物もできるのか。そうです、その時は。そこからどう、その居候期間からどう変化するんですか。あ、居候期間からその後に地元に帰るんですよ。あ、一回そう、それ実家に、実家に帰ります。で実家に帰って、で親に一応言うんです、なんか私あのやっぱ東京に住みますみたいな、うんうんうん、そうで親はもちろん猛反対なんですよね、うんうん、そうなんかもうこんな感じで一人暮らしなんてもうありえないじゃないけれど、うん、やっぱ心配になるじゃないですか親なんで、もちろん、うんうん、そうだから、まあ反対するよねっていうふうに思って、うん、そうまた最低限の荷物だけ持ってなんかまた東京行って、あ、こんだけ押し付けてそうです、反対されるんだったらね、でもなんかしたいし行動力とお金はあるから、うん、じゃあもう動くしかないかっていうふうに思って、そうまた東京行って、でその時なんかお世話になってた仕事の人がいるんですけど、その人がお家借りてくれて、うんうん、そうなんですよ、なんか未成年は名義が通んないじゃないですか、うんうん、そうなんで仕事の人が借りてくれて、そう高田馬場に住みました。そして高田馬場なんですね。はい、一人暮らし。へえ。そっから、一人暮らししながらブログ発信して、うん、っていうずっと生活ですか。15、16、17ぐらいは。まあ、BS はそうだったんですけど、なんかそのブログでだんだんその知名度とかも上がってきて、あと高1になったから、うん、あのギャル雑誌とかでなんかちょこまかちょこまか出させてもらったりとか。で、X ってことですか。あ、そうです、 X とかランズとか、うん、とかもそうなんですけど、ドクモっていう感じでちょこまかちょこまか出たりとか、うん、あともう決定的になんか大きかったのはツインプラネットさんに、うん、そう拾ってもらって、うん、お、ツインプラネットさんと入ったんですか。そうなんですよ。へー。その後に、まあ、ブログももちろんやってたんですけど、テレビの仕事とか本出させてもらったりとか、プロデュースしたりとか、いろいろ仕事させてもらいましたね。あ、そうなんね。うん。そっからなんか、うん、変わったかもしれないです。なるほど。アングラな感じから抜け出して、ちゃんとなんかギャルモデルとか、ギャルブロガーみたいな感じにしてくれた会社さんです。へぇー。その時ってまだ鈴木奈々さんとかいるんですか。あ、まだ鈴木奈々ちゃん入ってない。あ、そうだったんですよ。そう。ペイさんとかもいないですか。いないです。小森純ちゃんがいました。ああ、その時ですか。はい。だからでもティンプラネットは、そう、ティンプラネットさんにちょっとずつこう、どんどんランクが上がってる時期ですよね、きっとね。うん、そうです。ちょっとずつバラエティのスターを編み出してってというか。はい。へえ。それスカウトされたんですか、普通に。なんかその地元で仲いい友達が、なんか仕事のメールもらったっていうふうに言ってて、で、なんかその、いろいろそのギャル雑誌あるじゃないですか。なんか、当時、ニッピーっていうブログ、なんかブロガー雑誌、ブロガーギャル雑誌みたいなのを、そのツインさんが作るみたいな感じで、友達がオーディションっていうか面接受け行ったんですよね。で、それで一人じゃ不安だから、天下も来てっていうふうに言われて、ついて行ったら、その自分も、なんかスカウトしてもらって、そう、所属したっていう。なるほどね。そこからどんぐらいの期間、ツインプラネットさんの活動が続くんですか。20歳ぐらいまでお世話になりました。それ辞めようと思ったのがきっかけあるんですか。辞めようっていうふうに思ったのはなんかそうですね、当時なんかギャルモデルだったんですけど、18歳ぐらいでギャルを辞めてだんだん清楚系に寿命がなってたんですよ。今見たら全然ギャルなんですけど、はいはい、そうでもなんかその当時はそう、なんか清楚っぽくなったような感じにしてて、やっぱギャルの天地目で売ってるわけじゃないですか。やっぱ清楚になったら仕事っていうのがやっぱ減るんですよね。そう。でもかといあとね、なんかね、その時の担当のマネージャーと、なんか結構あんまり合わなかったっていうか。距離がね。うん、そうですね。とかもなんかいろいろあって、なんか仕事が結構割とまっさらみたいな感じになってて、事務所入ってる意味あるんかなっていうふうに思って、そう。でも自分は、仕事したいと。だけど、なんか、ね、事務所入ってるのに、他で自分で勝手に仕事取って、勝手にやったらアウトじゃないですか。うん、そう、だからそれもなかなかできないし、で、自分で取ってきた仕事も、なんか、ね、あんまりいい感じにやってくれないっていうふうになった時に、なんか事務所に対する不満っていうか、そのマネージャーに対する不満ですかね。その当時の。っていうのがなんか生まれてきちゃって、そう。だったらなんかもうフリーでやりたいなっていうふうに思って。うんうん、そう。やめましたね。それで20歳ですか。うん。20歳、そうですね、20歳ぐらいですね。そこから YouTube のほうが期間ありますよね。あります、あります。その間のそのメインの仕事ってのは何なんですか。ブログ。いや、やってなかったんですよ。なんかまあブログもちょこまか書き続けてはいたんですけれど、完全なるメインの収入って感じはなくて、なんか2年間ニートしてて。ああ、
まあまあ確かに。それでなんかずっとあのゲームにすっごいハマって、もう本当にずっとゲームしてたんですよ。ああ、うん、スマホゲーム違います。プレステと PC のゲームで、そう FPS っていう、なんか今だと結構ねみんな Apex とか Fortnite とかやってると思うんですけど、その当時はなんかここまでまだすごいブワーって感じじゃなくて、そうでもそれがすっごい楽しくてハマっちゃっ てやってましたね。そういうの お金はどうしたんですか？1人暮らし貯金です。あ、もうあったのがいっぱい。そうか、そうずっと働き続けてるから。そうですね、なんかすごいあったわけじゃないですけれど、でも全然生活していけるような感じだったし、なんか今だとなんか私ってなんかすごい派手なイメージだと思うんですけど、なんかその当時全然そのブランド物とかも興味ないし、なんか本当にタバコとうどんさえあれば、そう、生きていけるみたいな、そう感じだったんで、本当に日々冷凍うどん食べながらタバコ吸って、ずっとゲームしてるっていう感じで、お金使わないんですよね、そもそも。そうなんです。うん、タバコとかはいつからされたんですか？あ、まあ言えないか。言えないよ、ちなみにその、恋愛模様でいうとどんな感じなんですか？10代とかで。恋愛模様は初めてのそういう彼氏見えた人いつだ、うん、中学校1年生の時です、ね。あ、それ中学生で、はい。その間で一番長く付き合った人ってどんな人なんですか？今まで。そう、そう今までなのか、その10代のちなみにです。でも10代3ヶ月ぐらいじゃないですかね、続かないんですよ恋愛が。10代の時はね、で大人になるにつれて1年とかありますけど、マックスでも1年2ヶ月とかですかね。早いですね、じゃあ切り替えがね、うん、なるほどね。もうぶつかりそうですしね、なんか分かんないけど、ね、なんか、ね、分かる。2年2年でずっとゲームしてて、うん、お母さんはどっちに住んでるんですかね。あ、そうです。いやいやいや、言ってくるんですか？そんな生活は良くないよね。言います、もちろんもちろん。なんか、だか難しいんですよね。なんかね、その時って、目黒のタワマンに住んでたんですよ。で、マンション買ってたんですよ。その部屋を。え、買ってたんですか、当時？そうです。へぇー。でももちろん、自分の全部のお金とかじゃなくて、なんかお母さんと一緒に、みたいな、うんうんうん、そういう感じだったんですけれど、要は持ち家もあって、で、貯金もあって、で、やりたいことして何が悪いのっていう感じだったんですよ。ずっとゲームして何が悪いのっていう感じだったんですけど。そう。で、なんかそれも、なんて言うんだろうな。なんかね、大変で。話で持ってるニートやばいっすね。やばいっすよね。だそうだ、なんかタワマン住んだらもっと早かったんですよ。16、7歳とか、17歳かな、17歳。でもそっか、ちょっと私、ブログで月100稼ぐぐらい、うんうん、子供がですよね。いや、でもなんか自分はね、なんかそのステップアップして、行きたいみたいな感じだったんですよ。なんか自分のお金でしっかり稼い でそれなりのところに住みたいみたいな、なんかわかります、自分の収入に見合った生活をしたかったんですけど、やっぱそのお母さんが高田馬場の家に来た時にもうかわいそうって思ったらしいんですよ。そう、なんか地下1階みたいなとこ住んでたんで、外から見たらなんか牢屋に閉じ込められてたんですけど、ベランダがすっごいなんか鎖みたいになって、なんかすごいかわいそうっていう風に思ったんかわかんないけど、親の意向でそのマンション買ったんですよね。そうなんで、私はなんで買ったのみたいなテンション感なんですけど、わかんない、他の人だったらさ多分嬉しいって思うんですかね、親からマンションもらったって多分喜べる人が多いと思うんですけど、私はすっごいモヤモヤしたんですよ。もう嬉しくなかったんですよ。そう、自立したいし、自立したいのに結局親の監視下のもとかじゃないけど、そう、なんかそういうなんか複雑な、なんか、うん、感じで、そのタワマン自体は、まあ、全部とはないけど、半分ぐらい、選手さんがそれまで稼いだお金が元であるかってもするし、うん、そうそう、なんか私の、なんかその、天地部になってからの通帳じゃなくて、多分今までの橋本天下側の、そう、やつだったのかな、そこら辺もなんか詳しくはちゃんと聞いてないからあれなんですけど。そう、親としてはもちろんいいことしてくれたんだろうけれど、でも自分からすると言い方悪いけどすごいありがた迷惑みたいな感じで、そうちょっとぶつかって、そうね、しょうがなくするとダーマンなんすよ、ね、一時期はというか。そう、でもまあ普通に住めましたけどね、全然普通にいいっすよね、まあいい物件だしね。そうね、ただなんかちょっともやもやその時はしたなっていう感じだったんですけど、そうで、なんかまあそっからやっぱその親も言うんですよ、働きなさいって、その2年の中継に。そう、でも自分からすると、いやだってこういう環境を作ったんってママじゃないみたいな、そう、感じに、なんか、
反抗期っぽい感じでやっぱ言い返したりとかして、結構なんか、うん、よくなかったんですけど、親子の中は。でもやっぱ、なんか2年2位としてると、ね、貯金がね、減っていくじゃないですか。ほうほうほう。やっぱ収入はないし、貯金は減るし、いくらお金使わない生活してたって、やっぱ減るじゃないですか。うん、そう。で、その時に、あ、私、いつまでこういう生活できるんだろうっていう、自分に対する不満と、あと親からの、働け働け働けっていうのがすっごいストレスになってて、うん、そう、あ、分かりました、じゃあ働けますよと、なんかそういう感じで、ただなんかこのマンションはもう出ていくっていう感じで、そう、私がもう親にもう通帳も全部預けて、マンションも全部もういらんから売ってじゃないけど、ほうほう、そうで、なんか疲労の小さいマンションに引っ越して、ほうほう、そうですね、全部ゼロにしてから YouTube 始めたって感じです。へー、その、ちなみに疲労のちっちゃいマンションってワンルーム、ワンルーム、ワンルーム。へぇー、 YouTube それまで好きだったんですか、見てたんですか。ゲーム実況とか見てましたね。あ、そう、でもなんか今ぐらいなんか主流な感じじゃなかったんで。そうですよね。はい、何年ですか、2016年とかだと思います。はぁ、その時って誰がトップなんですか。ヒカキンはじめ社長、木下優香。ああ、はあはあ、なんかそれをそのどうやってやるかとか、考えてたんですか、なんかその打ち出し方みたいな。いや、全然考えてなかったですね。なんで一番最初は、なんて言うんだろう、YouTube も始めるつもりなかったんですよ。なんか普通に、なんか近く、なんか家の近くのコンビニとか、キャバとかで働こうかなっていうふうに思ってて。でも働くっていうふうに言って、それを親に提案したらすっごい反対してくるんですよ。親が、多分もう芸能系、で、やって欲しかったんでしょうね。あ、そういうノームじゃなくてですね。うん、多分。わかんない。そう、多分、キラキラしてて欲しいのかわかんないですけど。ほうほう。そう。で、それなんか、まあ、YouTube じゃあやりますっていうふうに言って、YouTube はなんかそこまで言われなかった記憶あるんですけど、そう。だから、YouTube 始めたっていう。あ、なるほどね。うん。それで、どれぐらいの編成のやつやってて、いきなりすぐバズるんですか。いや、いきなりすぐはバズんなかったんで、なんかとりあえず始めた1ヶ月はとりあえず自分の中で絶対毎日投稿するっていうのを決めてたんですよ。1ヶ月だけはとりあえず。で、あのブログ見てくれてる人もたくさんいたんで、ブログにも貼って誘導そうして、そうですね、1ヶ月頑張ったらバズるまでは行ってないんですけれど、あの安定したアクセス。へぇー、何万登録ぐらいの話再生、何万ぐらいだったかな、なんか1ヶ月で3万、あ、そうですね、4万とか、はあはあ、そう、多分ありがたいことに言って、はあはあ、でもそうですね、平均再生数もなんか 5万、うんうんうん、よくて5万とかだったかな、もしかしたら。その感じで毎日投稿してみると普通に暮らせる程度は入ってきたんですか、収入は。うん、入ってきました、はあはあ。そっからドカンってなんか突き抜けたのはなんかあるんですか。まあ、ラファエルさんとコラボしたのが大きかったですね。当時もラファエルさんもだいぶそのですか、あ、そうです。なんかラファエルさんとヒカルさんがなんかそのヒカキンさんたちの次、ほうほうほう、になんかすごいなんかなんて言うんだろうな、アングラっぽい感じじゃないですけど、うんうんうん、そう、なんかそういう感じですごいなんか話題になってて、ほうほう、そうで、なんかラファエルさんの動画とか見れて、そう、ラファエルさんのコラボしたいみたいな言ったら、そう、 DM とかでやっぱり、そうですね、その時なんか登録者が7万人ぐらいの時にラファさんとコラボしたんですよ。ほうほう。で、なんかそこから一気になんか5万人ぐらいバーっていう風に増えて、そこから多分自分の認知度とかも変わってきたなっていう風に思います。なるほどね。そこからのネタがだいぶこう、なんですか、割とその自分の性のこと話したりとか、うん、明け透けに喋るじゃないですか、うん、ああいうのをなんかこう編み出したのはいつなんですか。まあ、自分が24歳、5歳ぐらいの時ですよ。ほうほうほう。男性の視聴者の方がすごい多かったんですよ。ほうほう。で、もちろんそれもね、それですごいなんか嬉しかったんですけれど、やっぱそのゲーム、その時ってゲーム実況も並行してやってて、ほうほう。で、私ゲーム実況で、結構なんかもう、民度が低いタイプだったんですよね。そう。で、民度が低いタイプで、で、やっぱ民度がさ、私が低いとさ、はい、やっぱ視聴者さんも低くなったりね、するじゃないですか。うんうんうん、そうで、なんか、やっぱいろいろ言われるし、なんか動画のね、動画出しても、やっぱすごい、美容師について言われたりするんですよ。動画の企画よりも、見た目あについてやっぱ言われたりとかして。で、なんか、
なんでこんな見た目ばっか言われなくちゃいけないのじゃないけれど、まあ、性格も全然今よりね、なんか、悪いっていうか尖ったし、なんかバズれば何でもいいやみたいな思考だったんで、うん、もちろん自分にも悪い面はあるんですけど、うん、だからそっから、なんかだんだんやっぱなんかこういう気持ちで YouTube やってお金稼いでも楽しくないし、嬉しくないしっていう風になったんですよね。うんうんうん、そう。だから、なんか変わろうじゃないけど、うんうん、なんか自分も変わっていこうっていう風に思って、逆に見た目をすっぴんでヘアバンドしてメガネとかして、マイナスの状態、にして、語る内容、なんかもう、ウーバーイーツ食べながら、いっぱい喋る、うんうん。中身を見てもらう、うんうん。っていう感じに切り替えていったんですよね。ああ、だからこんな考え方なんだねっていうコメントで変わってくる。そうそう。なんかね、すごいね、ブスブスブスって めっちゃ来るんですよ、コメントで。はい、なんで、読むじゃないですか。うんうん、そう、なんで、だったらもうブスでいいやと思って。なんで、見た目をもう逆にブスにして、あ、そうです、私はブスです、みたいな。そういうスタンスにして、その代わり、中身見てもらおうっていう、そう、感じにしていこうっていうふうに思って、そっから変わりましたね。うん。そっからだんだん女性のファンとかも増えてくれて。ほう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 。当時男性が8割、女性が2割とかだったんですけど、今逆転して女性が7割、男性が3割みたいな。今。そうなんですか。そう。え、ちなみにそのすっぴんにしてバンってやってから、一番こう反響が良かったそのトーク系の動画どんなネタなんですか。なんだろうね、でもいろいろありますよ。でもやっぱ自分のなんかエピソードトークもそうだし、Uber Eats をただね、なんか日常のくだらない話しながら食べてるとこもあるし、うんうん、なんすかね、多分共感を呼ぶっぽい話が受けるんですかね。あ、嘘じゃないやつですね、うんうん、あの本当に実体験で、あ、実体験の実体験の、はあ、でもやっぱもちろんそのエロい内容も伸びるし、いろいろなんか全体的に伸びたなっていう感じがします。うんうんうん、だからトークが伸びるっていいっすもんね、きっと。その見た目とかに左右されずに、うん、内容で見てくれるってことですね。嬉しいですよね。ああ、え、それまでは、まだ炎上してないですよね。まだ炎上してないです。あの、あれであの後、その炎上しちゃうのはいつなんでしたっけ。あの、まあ、モテフィットです。モテフィットですね。26歳の9月。あれってさ、どんな流れで どうなったか喋ると思います。あ、OK です。雨やんだから、座ります。あれは、うん、また普通に案件が来たってことですよね。いや、なんか、24歳ぐらいの時にプロデュース商品、はい、あ、案件っていうよりかはプロデュースした、あ、はいはいはい、っていう感じなんですけれど、なんかその、でも過去にその20歳前後の時に一回包茎手術をしてるんですよ、私、うんうん、その脂肪を胸に入れる、うん、でそれでなんかそれをずっと私隠してたんですよね、うんうん、包茎しないですっていうふうに言ってたんですけれど、うん、そう、なんかあのね、なんかそのブラ、うんうん、まあ育乳ブラみたいな感じで売っちゃって、そのファンの方の気持ちを踏みにじってしまったので、うんうん、それなんかすごい、まあ、まあ嘘がめくれて炎上したっていう、うんうん、ことですね。そっか、だからモテフィットじゃプロデュースしませんかってオファーがあったんですよ。こういうの作りたいんだよねっていう風に自分からも言ってましたね。自分の発案なのか。そう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 。その8月の末になんかちゃんとその件について取り上げられて、うん、その2日後とかかなとかに動画出したような気がします。ああ、もうこれ収集、もう自分が喋らないと収集つかないしってことですね。うんうん。なんかとりあえず自分は、なんかもちろん謝罪はもちろんなんですけど、対応について考えたんですよ。うんうんうん、そうで対応についてどう対応すればいいんだろうってなった時に、なんか返金だなっていうふうに思ったんですよね。だからその自分がしてしまったことっていうか、そのファンの方の気持ちを踏みにじったじゃないですか。でもちろんその、ね、対応の仕方っていっぱいあると思うんですけど、そうでも買ってくれた方が、うんうん、まあ、そのもちろんお金返してほしいとか返金しろっていう言葉もすごい多かったんで、うんうん、ちゃんと対応しようっていうふうにそこは、ね、うんうん、思って、 そうでそれで返金しようっていう感じになったっていう感じですかね。だからまあその、うん、正確な金額ってもう出たんですけど、出てない出てない、その時は出てない。でもいわゆる奥は余裕で超えてるよねみたいな感覚はもう分かってるってことですか、返金するとしたら。あ、うーん、
行ってもおかしくないのかなぐらいのテンション感でした。ああ、うん、それはだからその作ってくれたメーカーの人たちに、うん、そのちょっと半分ぐらい持ってもらおうかなみたいな気持ちにはならなかったですか。あの持ってくんないんですよ。もちろん相談したんですけれど、うん、それはできないというふうにはっきり言われちゃったんで。あ、返金するとしたらってことですね。あ、そうですそうです。そうなんで、でもなんか自分は返金したいし、でも責任をね。そうです。でもなんかやっぱ動いてくれなかったら、でもやっぱ自分の責任だから、うん、だったら私が動くしかないっていうふうに思って、は返金っていう選択肢を取りました。なるほどね。でもだから、でもあれってその、うん、A カップだった店長さんが D カップになったのはこれのおかげですよと言ってるわけでもないです。あ、そうですね。そういう感じではないんですよ。ほうほう、単純に、うん、ただそういう風に見られてもおかしくないような広告とかはあったんで。ああ、うん、だからね、もっと自分がもうシンプルになんか過去に放棄をしてっていうこともちゃんと話して、そういうあなんか怪しい広告とかは、うん、なんかちゃんと、ね、自分が削除申請とか出してれば多分全然ね、あ、そうだったと思うんですけど、やっぱ嘘ついてたり隠してたりとか、そういう騙したっていうのがやっぱ良くないから、うんうん、まあそこそうですよね。そうですね。だから言っておけば全然違ったのかなってことですよね。そうですそうです。そもそも物自体は別にその、うん、Cカップの人が頑張ったらもしかしたらあの D になれるかもねみたいなことの効果はもしかしたらあるもの。そうですね。商品自体は結構なんかちゃんとね、あの作ったんで、うんうんうん、そう、商品は結構自分的にももちろんいいやつっていうのは思ってるんですけど、うんうん、ただやっぱその販売にあたって誤解招いたりとか、そう、なんか嘘ついたり隠したりとか、やっぱりよからぬこと、うんうん、炎上しちゃったから一応活動とかもちょっと休止したりする事件もあるじゃないですか、うん、その間はまあ、返金はしようって考えてるんですか、うん、どんなことを考えてたんですか。あ、なんか1ヶ月休んだんですよ、うんうん、でなんかもうでずっともうどうしようどうしようって感じだったんですよ、うん、でなんかその時にやっぱ最初の1週間半ぐらいは、うん、マジで考えて、うん、なんかあの YouTube をそもそも続けるべきなのかとか、うん、そうそう、やめるべきなのかとか、じゃ仮にじゃそれでじゃ続けるっていう選択肢を取った場合、なんかどういう風にやっていくべきなのかとか、うん、いろいろやっぱ考えて、うん、だしなんか金額が全然見えないじゃないですか、うんうん、そうですね。なんで一番最初は、まあ、そもそも YouTube 続けるかどうするか、その後はなんかどういう感じでやっていくかっていう感じで結構悩みましたね。でもやっぱ自分が続けるっていうのを決めた時にはなんて言うんだろうな、やっぱ、今後どうなるかが分かんないじゃないですか、うん、返金の金額もそうだし、そうだからリアルをまず発信していこうっていうふうに思ったんですよね、うんうん、そうリアルを発信していこうっていうふうに思って、あとはやっぱあくまでもなんか、うん、視聴者さんのやっぱエンターテイナーじゃないですけど、うんうん、YouTube ではクリエイターなわけじゃないですか、うんうんうん、そうだから見てる側も面白がってくれればいいのかなっていうふうにやっぱ思ってて、でもなんか面白くするには炎上をさらに消す話題が必要だっていうか、うんうんうん、それがなんか必要だっていうふうに思った時にリアルな感じで何がなんか近いかっていうふうに言ったらやっぱ破産っていうのがやっぱあるなっていうふうに思って、はあはあ、そう、でも実際本当にお金返さなくなっちゃったし、そっからなんかいろいろなんて言うんだろうな、 YouTube さ戻ってさ、なんか再生数とかが取れないのが私一番ダサいなって思ったんですよ、うんうん、プライドとかも全部捨てて、なんかマジで YouTube 頑張って、うんうん、マジでお金しっかり返そうって思って、うん、だからなんかそっからはすごい YouTube のどういう動画を出していくかとかはめっちゃ考えましたね。あ、なんかちょっとドキュメンタリーというか、そうだってね、う家も引き払いますみたいな、そう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 、ここから始まった感じですもんね。そうですそうです。確かにドキドキしますよね、見てる側からすると。その別に買ってない人からすると、うん、寄ったら要はその何ですか、ちょっと遠目のなんか、うん、あの騒動じゃないですか、うん、それをこんな風になったら覗き見できるって話で面白いですもんね。そうですよね。そうでもなんかしかもそれも本当にガチでリアルと連動してるから、うんうん、自分もどうなるか分かんないんですよ。
そっからそのちょっとずつあれですよ、 YouTube で働くっていうのを見せてるみたいな感じでしたっけ、流れで。そうですね、ね、一番最初は、はい、周りの YouTuber さんの協力を得ながらコラボしてもらって、うん、その後にやっぱその職業体験の動画を上げてって、うん、でたまに本当に進捗、うん、リアルの進捗をアップしていくみたいな感じで、うん、そうですね、でそこから本当に実際に働くことになったっていう。あ、そう、七重ママさんのとこ行ったりとか、はい、バーレスクされたりとか、あれトリプルワークってのがその3つでしたっけ。そうです、そうです、そうです。それだからどんぐらいの頻度で出社してたんですか、その2つに。ね、月曜日から金曜日までが七井さん、土日はバーレスク。そんな働いてたんですか。あ、そうです、そうです、そうです。YouTube 撮りながら。うん、 YouTube はどんぐらい発信してたんですか。ちなみに、いや、その時は毎日投稿でしたね。いや、でもそれすごい。え、それって寝れたんですか、その期間。2時間ぐらいですね。あ、毎日2時間ぐらい寝て、そうですね。で、あとはもう空き時間にもう寝るみたいな、針とかしてもらいながら寝て、移動時間に寝てみたいな。それ、そういうのの返し方って どういうまとめて返すか、それでもなんか小出しに返してるんですか。一番最初は今現在大体これくらいの金額ですっていうふうに、うんうんうん、そう言われるんですよ、うん、それでもとりあえず、貯金の分を3回ぐらいに分けて振り込んだんかな。はあ、そう。で、それで、なんか、もうお金振り込むんで、もうすぐ返金始めてくださいっていうふうに言って、はあはあ。そう。っていう感じでやってましたね。そうか、そう。だから、あと、返金を希望する人がどれぐらいいるかもわかんないっていうこともあるしってことですよね。そうです、そうです。その、週7投稿、週7出勤みたいな、の、どんぐらい続けたんですか。あ、11月の半ばくらいから始めて、で、1月ぐらいに緊急事態宣言が出たんですよ。そう。で、緊急事態宣言の時は、お店出れなくて、うんうんうん、そう。ただ、新規じゃない既存のお客さんとかは、予約が入ったら出るようにしたりとかしたりしてて、うんうん、そうですね。なんで、ちゃんとガーっていう感じでフルで働いたのは、2ヶ月ぐらい。はあ。そうですね。で、そっからは、マンボウとか緊急事態宣言あるんで、様子を見ながら、ちょっとまあ働いてるっていう。最終的に、今も完済してるんですかね。いや、はい、終わってます。最終的にどんぐらい返したの。合計で、あ、でもね、5億近いかも。一番最初は、なんか4億2000万とか、4億5000万とか、そこら辺の数字だったんですけど、蓋開けたら、私返されてませんとか、返事もらってないですっていう方も結構いらっしゃって、で、そういうのも全部増やしていくと、5億はいってないんですよ。でも、4億7千万、8千万とかは多分いってると思いますね。それは、どんぐらいの期間で貸したんですか。それはね、大体、最初に2億2千万貯金分をもう渡していて。2億貯金あったんですよ、その時で。そう、あ、そう、もともと、YouTube の。で、それで、その後に、お金がなくなったから働いて、で、また2億、ちょっとお金稼いで、それも入れて、そう入れて、でそこから、あんまりなんかそう書いてないですっていう方がちまちまいるんで、また月々振り込んで返してもらうっていう。すごいっすね、うん、その2ヶ月間毎日投稿&毎日出勤出るときってすごいハイなんですよ、働き方としてというか、その脳みそ的には。あー、いや、はいじゃないっすよ。あ、そうなの。うん、なんか割と普通です。冷静、冷静、冷静、うん、自分では冷静って思ってます。でも冷静だと思う。あー、あ、そうか、もう目の前のことどっちこっちこっちしらみつぶしにしてこうみたいな、うん、そうですね、目の前にあることちゃんとやってこうみたいな、いっぱいいっぱいって感じでしたね。あー、はははは、そうですよね、うん、そっか、とにかく寝て、働いて、うん、頑張ろうみたいな、うん、ゴール見えたなって時は、ちょっとずつ安心になってくるんですか。安心になってきます、安心になってきます。その2回目の2億返した時とか分かんないけど、うんうん、あ、いや、安心安心、本当に安心になってます。ああ。だからなんかゴール見えないでがむしゃらにやってる時は一番やっぱしんどいですよね。あ、そうそう、ちょっとお金も確定してないしね。そう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 。いや、え、なんか気持ち変わりました、まあ、どうした、一般の人が経験するわけもないことを経験したじゃないですか、うん、言ったら、まあ、その
炎上して、うん、で5億返すみたいなことをした後、うん、なんか考え方変わったりしました？なんかいや変わりますよね。へなんかね、どう変わったかなとか思ってたの、自己分析的にというか。なんか仕事のあり方も変わったし、人付き合いもやっぱ変わるし、なんか考え方もやっぱ変わりますよね。なんていうの、やっぱこういうさ仕事ってさ、元からプロ意識があるわけじゃなくて、やっぱ自分がだんだん有名になってたりとか、なんていうんだろう、知名度が上がるたびにプロ意識も増えていく感じだと思うんですよ。なんかちゃんと自覚が芽生えるっていうか、プロとしての立場っていうか、自分としての立場をわきまえるじゃないけれど、はあはあ、有名税的な。あ、だから当時もう100万円いたけど、そんな意識薄かったんですか、割と。まあ、100万いってる時ぐらいはちゃんと意識はありましたね、はあはあ、もうちょい前とか、なんだろう、始めたての時とかもそうだし、自分がほなんか路線変えたじゃないですか、あのさっき言ったなんかすっぴんで喋るようになるみたいな、なんかそんくらいからいろいろそういう意識は変わっていきましたね、はあはあ、そう。でもなんか今は本当になんて言うんだろうな、こういうリスクある人間っていうんですかね、うんうんうん、リスクある人間にもかかわらずなんか雇ってくれる会社さんとか、うんうん、なんか今でもなんかそのね案件とかで使ってくれたりとか、うん、なんかそういう各会社さんには感謝止まらないっていうのもあるし、あとやっぱその応援してくれてる人がいるからこそ自分がいるっていうのがなんかより増したっていうんですかね、うん、ファンの方の声って多分なんて言うんだろうな、多分みんなが思ってるよりも届いてるんですよね、うん、そう、そういうのはなんか結構感じたりとかはありますね。はあ、雨強くなってきた、いい話だったのに。たけれたけれたけれ心は殺すことはある今こうさ、そういった騒動的なもだいぶ落ち着いてきて、なんかあるんですか、こっからもう言ったらそのね、表に出てからもうまあ足掛けに20年近く経ったわけじゃないですか、言ったら、うん、そのなんかこれからしたいこととかあるんですか、なんかこういうことしていきたいとか。なんかこれからしていきたいっていうものがあんまないんですよ、うんうん、そうだけどなんか自分はなんかこういう風になっていきたいなみたいなものは、うん、なんて言うんだろうな、なんかそのやっぱ日本って失敗っていうのかな、なんか一回ね、うん、過ちを犯した人になんかすごい厳しいなっていうふうに思ってて、でもそれは自業自得だからしょうがないとも思うんですよ、うん、だけどやっぱその表に出てる人だとなんかもうなんかね戻ってこれないじゃないけど、うん、なんかそういう感じにも感じるんですよね、傍から見ると。でもなんか自分はなんかちゃんと自分のしたことを反省して、まあ反省して同じことを繰り返さないようにしていこうって心入れ替えて、なんか、なんて言うんだろう。で、それをなんか周りも分かってくれて、仕事とか、いろいろ振ってくれたじゃないけど、なんかそういう感じで優しくしてもらったからこそ、なんか自分も、なんて言うんだろうな、なんか今は起用してもらってる側だけど、自分が起用する側の人間になりたいなっていうふうになんか思います。やってもらったことを次は自分が誰かのなんか手を差し伸べるじゃないけど、別にその差し伸べられる人間じゃないけれども、うんうんうん、そう、でもいつかはそういうふうになりたいなっていうか、一回失敗してすごいバッシングに合ってる人とかでも自分が実際会ってその人をちゃんと見てなんかまた頑張れる頑張ろうっていうふうに思ったら、自分がキャスティングする側になりたい、大株主になりたい、うん、最終決定権で大株主じゃないですか。うん、何事もだったら私が大株主になってなんかが、うん、一緒に頑張っていこうってやるかも。そうしたいなと思います。ちなみにその今はお母さんとの関係性はどんな感じなんですか。今も喧嘩しますよ。弟とも喧嘩してるし、なんかそうですね、だから家族は難しいです、うん、なんか近すぎたら私は苦しくなっちゃうんで、うん、普通がいいなってことで、なんか、まあ、喧嘩しまではいかないですけど、あの普通あ必要な時だけ連絡取るっていう、でちょうどいい距離感になるんですね。そうです。大体将来そのずっと数字さらされてるじゃないですか、それ、うん、やむことありません。え、ありますよ、全然ありますよ。あ、天気のさんでもあります。え、全然ある、全然ある。え、そういう時どう対処してるんですか。いや、難しいですよね、もう対処できないですよね、落ち込みますよ、純粋に。再生回らないとか、うん、あの予想してた結果にならないとかですもんね、うん、
そうです、そうです。さっきとか。そうなんですよ。だから、落ち込みますよね。あ、で、そうか、それ別にもう、どうにかするというよりも、もう、しょうがないとして、いや、でも一応、できる限りどうにかする。もう、面白いか、こう、もう、とりあえず、練って練って練って考えて、できる限りのことはする。でも、やっぱ、めっちゃ頑張って、その結果、なんていうの、なんていうんだろうな、その結果がすごい、なんか、伴ってない。とかだと、やっぱもう落ち込むんで、逃げたくなりますよね。他の仕事しようかなとかさ、わかんないけど、新しい事業した方がいいのかなとかさ、うん、そういう時もやっぱあります。しんどいよね。いや、でもその僕はデルガーでなくてもしんどいから、うんうんうん、そうだけど、自分の身にさらしてやってる人どんなしんどいだろうなと思って。あとはさ、もうさ、やさ、誹謗中傷とかさ、もうしんどいじゃないですか。ね、出したなんかもう、わかんないよね。今はさ、世間っていうか、なんか信じる相手とかもさ、なんか選ばなくちゃいけないし、なんかいろいろ気をつけることがあるって考えたら、ね。てか、コメントとかね、あんまり気にしないという人もいるけど、気にしないと思っても結構なんか蓄積されませんね、そのダメージというか。そうですね、やっぱその、意見もあれば、やっぱ誹謗中傷もあるし、なんか、気にしないっていうふうに言ってても、いい思いはしないじゃないですか。うんうんうん、そう。だからさ、なんかさ、思うよね。なんか自分がさ、めっちゃ頑張ってるとか、時とかにさ、なんか、こんな頑張ってるのにこういう結果なんだ、みたいな。誹謗中傷も数字も含め。うん。ってなると、やっぱね、それなりに落ち込む時がありますよ。うん。で、まあその、もう、良くないけど、死んじゃう人の気持ちちょっと分かっちゃうな、みたいなこと。うん、まあ。もちろんそんなつもり全くないし、良くないことだなと。しょうがないと思って思っちゃう時もあるというか。なんかさ、負のループじゃないですか。ネット社会ってさ、負じゃないですか。また昭和とかの方がまだ生き生きしてたんかなって思うんですけど、どうなんですか。確かに情報量めちゃくちゃ多いですよね。そう、飛び込んでくるものそう、飛び込んでくるもののなんかさ、便利だけどさ、なんかドヨーンってしてない、よどんでない。ただいい奇跡も起こしてくれる反面、うん、悪い反動もというか、うん、どっちもどっちだったかって、多分その逆にずっとその意見発信できないで、うん、その押し潰されるような、うん、あのなんか閉塞感はあると思うんですね、きっと。なるほどね。ね、分かんないけど、気軽に一応誰でも発信できる時代じゃないですか、一応。はい。それのおかげで助かってる人ももしかしたらいるかもしれないというかね。あ、まあ確かに確かに確かに。そうっすよね。うん。だからまあ、100% 昔の方がいいとも思わないし、今の方が悪いとも思わないしっていうところであるんですよね、確かに。難しいね。そう。いや、だからね、これね。でもさ、マラソンですよね、この仕事ね。ああ、確かに。本当に。常日頃ヒヤヒヤしながら、動画ワクワクしながら。でもやっぱその視聴者さんとかの意見とかすぐ取り入れられるから、うんうん、あ、そう、楽しいですけどね、リアクションとかね。確かに確かに。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ありがとう。はい、わかりました。ありがとうございます。お疲れ様でした。失礼します。ありがとうございます。